どうも、ズーマです。今回なんですけども、アップデートが来て、いろいろ武器がね、調整されましたので、今回は、レーザーバッグを使って遊んできた動画になります。まあ、レーザーバッグと今回 M4 を主に使った試合になるんですけども、あのね、初手、ワンパーぐらいかな、倒したんですが、ちょっとね、録画し忘れてて途中からになっております。うん。まあ、今、初手からね、今、レーザーバッグを取って、って感じですかね。で、これ対空砲かな、対空砲をね、ちょっと好奇心で使ってみたくて使ってるところなんですけども、今回はノラスク回ってきてて、ちょっとアップデートね、どんな風に変わったのかなっていうのをちょっと見ながら遊んできてるっていうような動画になります。で、まあレーザーバックなんですけども、以前っていうか結構レーザーバック押すんですよね。レーザーバック結構強いなって思ってて、で今回はそのレーザーバックがまた強化されて、あの3回が増えたのかな。で、そのダメージもね、なんかちょっと変動が変わったみたいな感じでね、強化入ったんですけども、もともとレーザーバッグは僕強いって思ってる武器なんですが、まあさらにね、強くなったということで、あのだいぶね、使いやすくなってるんじゃないかなって思います。で、レーザーバッグは僕、スナのお供だったりとか、AR のお供だったり、で使ったりするんですけども、レーザーバッグの良さとしては、その結構ダメージが高いんですよね。で、ダメージが高いし、あの割と中距離も安定して打ち合えるっていうのがね、強みであって、あの僕のスタイルにはすごく合ってるんですよね。なので、ちょっとレーザーバッグね、気になる方は使ってみてほしいんですけども、まあ、カスタムなんですが、カスタムはね、ちょっとあの、ラビットファイアだとか、あの、弾の弾速が増えるやつをつけた方が強くなるので、それは取らなきゃいけないとかめんどくさいんですけども、それつけたらだいぶ強い。今もね、ここ複数枚、2枚をね、全然やっていけるっていう強さがあります。本当に僕は押すんですよね。で、今回僕は、まあ、救急内容じゃなかった、レーザーバッグのね、あの、レジェンダリー持ってるんですけど、レジェンダリーもし、あの、ドローで来てる方いたら、これもおすすめしたい。うん。あの、結構過去の動画にね、あの、レーザーバッグの動画出してるんですけど、それもちょっと参考にしていただきたいんですが、このレジェンダリーのレーザーバッグね、サイトすごい見やすいんですよね、3D サイトで。なんでね、もしちょっとレーザーバッグ迷ってるって方いたら、いや、本当におすすめなんで、ぜひぜひちょっと検討していただきたいなって思ってます。で、まあ、レーザーバッグどんな風に使うかっていうと、まあ僕はちょっと一歩引いて戦ったりとか、まあ詰めることもあるんですけど、割とね、近距離で戦ってもいけないことはないっていう感覚ですね。ちょっとやりきれないっていうか、不満を持つことはあんまないな。こういう方でやっていく。なんでね、AR で戦ってて武器を持ち帰るみたいな感じもね、結構使えたりするんですよね。で、今見てもらったみたいに、アイアンサイトなんですけど、だいぶ見やすい。そこちょっと車線切れなくて結構しんどいですね。こう打ち合うのはちょっときついっていうことで、いや、これ複数もいますね。きついので、ここは一旦木に隠れながらグレで打ちます。もしこの木に隠れなかったら、あの、複数枚から車線通っちゃってきついのでね。さあ、ここ1枚落として、もう1枚落としていく。で、1枚さっきグレでアンマー割ってたんでね、多分その人引いてるでしょう。回復入れてるはずですね。この木裏が怪しいな。ここが車線切れるとしたら。じゃあこれぐらいの距離になったらレーザーバッグに持ち替えます。いいね。さあ、この倒していく。いいね。やっぱりね、ダメージが高い分キル速もそこそこ速いんですよね。結構効果力っていうイメージです。ダメージ30全然入るんですよね。ナイス。いいね。腰打ちも結構精度は高いっていうか、このね、覗きながら打てるっていうのがマジでいい。この距離もね、全然倒していけるんですよ。全然これも威力があるからやっていけるっていうかね、倒しやすい。本当にバランスの取れた武器だと思うんですよね。999とレーザーバッグ、ね、どっちも強化入ってるんですけど、まあ、999の動画はまたね、おいおい出そうかなって思うんですけども、僕、個人的にはレーザーバッグの方が好きかな。うん、個人的にはレーザーバッグの方が使いやすいっていうイメージですね。まあ、レートとかそういうのもあると思うんですけど、まあ、999の方が好きって方もいると思うんですけど、まあ、どっちも似たような感じなんですが、まあ、レーザーバッグの方がどっちかというと中距離いけるイメージがありますね。もう一枚いる。倒していけ。じゃあ M4 が相変わらず強い。思う。本当に思った。これ落ち引きなんですけど、落ち引きの M4 でも全然戦える。全然強い。カスタムしても強いんですけど、まあ最近 M4 流行ってるというかね、いろんな方が使ってると思うんですけど、M4 マジで強いと思う。あれ強くねってなる人が結構いてもおかしくない。うん。それぐらい M4 は強いなって思います。まあでも今回アップデートでね、あの AR も SMG も腰打ちが弱体化されてるんですけども、今んところ僕あんまり感じてないな、でも。弱くなったなっていう感じは今んところあんまりしてない。これトラックが行ったけど、右に1はいるっすよね。まずあっちをやりたいかな。トラックは奥に引いてったんで、ここは右の人から倒していきたいところ。
この、ここの山を越えたところの、に、そうなんで、ここは武器を持ち帰って警戒する。あ、いるね、ビリ。一枚、あ、もう一枚いる。あ、ここ負けたかと思ったけど、マジでギリギリ。多分相手弾切れしたね。危なかった。こういう距離は、やっぱこう、AR で戦うっていうようなイメージですかね。AR で戦って、で、近距離になると、レーザーバックに持ち帰るみたいな、そういう戦い方を僕はレーザーバック持ってるときはします。まあ、その SR のお供にとかっていうのはすごくいいんじゃないかな。うん。AR でも一緒に使えるんですけど、まあ、AR だったら、バック10とかフェネクとか、レートの速い武器もいいかなっていうようなイメージはあるんですけど、まあ、特に、うん、SR を持つ方がいたら、レーザーバックは結構おすすめしますね。あとこのエフェクトも結構好きですね。本当に個人的な意見なんですけどね。あ、これ下いるね。あと蘇生が帰ってきてる。ここの下の人まず倒して、もう一人蘇生の人もね、倒して。いや、M4 マジで強いな。あ、一人帰ってきたね。これぐらいの距離になると僕はレーザーバックを使います。いや、でもこれ結構キル速速くないですか？まあでも蘇生帰りでアーマー1枚分ないって考えたら、まああれなんかもしれないんですが。割とダメージ高いからね、本当にこの面で使える。で、レーザーバックのカスタムは以前出した動画と一緒です。なんでね、前回、もしカスタム気になる方いましたらね、前回の動画、あさって見てください。面白いです。結構前にレーザーバックの動画出してるんでね、それとカスタムは一緒になっております。で、モッドは腰打ちと長射と隠し射をつけてます。あの、もし高速エイムあったら、長射程を取って高速エイムつけてもいいんじゃないかなっていう感じかな。レーザーバックで覗いて撃つこともあるので、それでもいいかなって思います。よくいるね。結構距離離れてても腰打ち当たるんですよね。あと一人だね。これでも結構安定して当てていけるんですよ。こっちか。さあ、ナイス GG ということでいかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんに使っていただきたいので使ってみてください。ぜひチャンネル登録、高評価お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。